雨は。ウィッチャー、おお、張り紙の件かな。そうじゃないが、話を聞こう。船を出すのに同行者がいるんだろ。ただの航海じゃない、海を横断するんだ。よく聞け。1242年に歩兵隊に入れられた時、愛するレッタに約束した。無事に生きたままスケリッチの真珠を持って帰ると。しかもただの真珠じゃない、黒いやつだ。最も珍しく貴重なやつだ。そいつはすごいな。まあな。だが空約束に終わった。戦争から戻ったし無事でもあったが、約束は果たしていない。それを変えるべき時だ。今じゃなければいつやる。問題はその間に年を取ったことだ。見ての通り、一人ではできない。頼れる強い者が必要だ。そしてウィッチャーなら十分に頼りになる。だからどうだろう。とても正気とは思えない計画だ。だが抗いがたい魅力がある。報酬を約束すれば手伝ってやろう。金の心配はするな。あちこちの前線からたっぷり持ち帰った。スケリッジのエリンビョルン近くの崩れた橋のそばで落ち合おう。黒真珠が生まれる海底のすぐ近くだ。それでいいか。いいだろう。そこで会おう。何かお探しのものは。雨は。おい、ふう、いてくれてよかった。で、どうだ。この年寄りニダスが妻のために黒真珠を見つけるのを手伝ってくれるか。早く済ませたい。湿気が骨に応えてきしみ始めた。行こう。だがもう少しきしむぞ。乾燥した場所に真珠があるとは思えん。確かに。だが戦争中はもっとひどい状況をしのいだ。ロスロクでは腰まで沼に浸かって。ああ、無駄話だな。若者には歴史など重要じゃない。行こう。真珠ができる海底はもうすぐだ。年の割にいい動きだな。ここを潜れば一面がカキの生息域だと言われている。全部が真珠入りってわけじゃない。しかも黒いやつは本当に希少だ。だが時間をかけて探せばきっと見つかる。ああ、つまり俺が潜るのか。まあほら、生涯ずっと歩兵だったんだ。水中には向かない。それに肺も昔とは違う。だからそうだ。まあ依頼人には逆らえん。
さ、水しぶきに引きつけられたが大丈夫か？切り傷が少し。だがソドンに比べれば大したことはない。で、どうだった？お望み通り黒真珠だ。美しく珍しい、レッタみたいだ。大元帥ナタリスならこう言うだろう。勲章を授けよう。それか一週間女と遊んでこい。金でいいさ。ああ、それなんだが、自分でもバカだと思うが、その金を持ってこなかったんだ。賢明だな。そうだろう。今じゃ街道ですら危険だ。昔とは違う。ノビグラドで会おう。残らず払う。歩兵の名誉にかけて。ゲラルト、ウィッチャーであり真珠ハンター。さあ、金だ。感謝する。一人では無理だった。うまくいったか？多分な。レッタは気に入ったと思う。なんだと？彼女は何と言ったんだ？レッタはもうあまり話をしないんだ。そうなって随分になる。つまりレッタは病気なんだ。どこかが、頭のどこかがおかしい。最初は記憶だった。物忘れが起きて、それから人を認識しなくなった。俺すらも今では言葉すら発しない。真珠を見れば妻の中で何かが目覚めると思った。ほら、馬鹿げた約束についていろいろ話しただろう。あれは二人だけの笑いの種だった。何年も。だがダメだ、うまくいかなかった。気の毒に。同感だよ。さよならゲラルト。放浪に神のお導きあれ。その剣、なんで他のみんなみたいに腰につけないんだ？